皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく美人レシピの時間です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何を作りますか？ライスサラダを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回はふっくら大粒米信石川の石川県産百万石のパックご飯を使います。先生よろしくお願いします。任せてください。ローストビーフ、きゅうり、人参、紫玉ねぎはそれぞれ8ミリ角に切ります。パセリはみじん切りにします。切った人参は茹でておきます。百万石のパックご飯を電子レンジで温めます。ミレイのワンポイント。百万石は一粒一粒が大きく、ライスサラダにすることでボリューム感が味わえますよ。ボウルにドレッシング用の調味料を合わせます。そこへ温めたご飯を加えて混ぜます。ローストビーフなどの切った具材やコーン、ブラックオリーブを加えて混ぜ合わせ、盛り付けます。ライスサラダ出来上がりました。